とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、タワーシーズン6、11回から20回までの攻略、やっていきましょう。装備はこの感じとなっておりまして、10回の報酬は、なしで行きましょう。では、11回、行っちゃいましょうね。あ、ミスった。ゴーレムは、毎回 HP を更新していくようにしてください。これちょっとよくミスるんだけど、これはね、しっかりとやっていった方が安全なので、確実にやっていってくださいね。ゴーレムの HP は更新する。それは覚えておいてください。で、やり方は、報酬の時に、ゴーレムのところに別のアーティファクトを置いて、キャンセル。そうしてクリアすると HP が更新されるので必ずやるようにしてください。おお、いいね、いいよ。今ゴーレム出てるじゃないですか。で、 HP が低いまま、その時にゴーレムに何かアイテムを重ねて、で、キャンセル、これでいいです。これでゴーレムの HP が更新されてます。はい。で、11回の報酬何もいりません。なしで大丈夫です。で、エンチャント入れていきましょう。ビーストボスですね。ビーストボスを入れてると、ゴーレムの攻撃力がぐっと上がるので、全然攻略がスムーズにいきます。ゴーレムをね、最後の方まで使っていくんですよ。なので、途中ね、17、18回そのあたりから、ちょっとゴーレムの HP が厳しくなります。結構厳しくなる。でも、まあ、なんとかやってくれるので頑張っていきましょう。とりあえずまだね、今この状態では、全然余裕で敵を倒してくれるのでいいですね。やっぱりゴーレムの HP、 そして攻撃力っていうのがすごく重要になってきます。でも確かね、ゴーレムの、パワーが高いのが出るのがね、25回ぐらいなんだよね。25回ぐらいまでは、この HP で頑張らないといけません。まあまあ、いけないことはないので、いきます。ここでエンチャンターの章を持っていってください。あ、今も HP 更新するの忘れてたね。でもまあ、そんなに減ってないから、大丈夫だとは思います。エンチャントされたゴーレムは、もう防御力も段違いに高いので、結構活躍してくれます。まだいたよな。だよね。これ確か、敵がもう少しこっち側に湧くんだけども、これで OK。いきます。やっぱりね、クールダウンが入ってると、エンチャンターの章のね、回復も早いんで、すごく便利。うん。やっぱクールダウンはすごく重要だね。はい。で、ここで、武器を俺は変えていきます。両刃斧が、どうしてもね、強いんだよな。強いっていうか、慣れてるんですよね。自分に合ってると思う。他の武器がね、向いてるっていう人もいると思うんですけども、俺的には、これが一番使いやすいやつですね。で、ここ、スケールメールを上げましょう。スケールメール。もうこれね、最後の方まで使っていくんで、あ、いや、一番最後まで使うか。一番最後まで使うので、もうスケールメール大事にしてください。エンチャントはクールダウン3、ビーストボス3ですね。で、そして、ここで武器にエンチャント入れましょう。重力です。重力だけで十分です。あとは何も入れなくていいですね。TNT、なんかちょっと危ない気もするんだけども、いいか。あ、ゴーレムの HP はね、今も忘れたんだけども、ちゃんと更新するようにしてください。重要です。ものすごい重要。よし、OK。あー。このね、レイスがね、うまいこといくと、結構簡単に倒せるんだけども、
今回はうまいこといかなかったですね。よし、ナイス、いける。あー、ゴーレムのエンチャントがよろしくない。エンチャントがむちゃくちゃいい時はね、早いのよ倒すのが。でも今回はそんなに良くなかった。まあまあそろそろ倒せるか。あら、うっとうしいこいつ。よし、 OK、 はい、倒しました。うまくいけばね、あのゴーレムのエンチャントがいいのが出れば、ほんと5、6秒ぐらいで倒せるんですけど、今回はそうはいかなかった。ゴーレムのエンチャンはね、ほんと運が絡みますので。で、ここ報酬何もなしで大丈夫です。ここがね、若干難しいです。若干難しい。あ、ゴーレムの HP。基本的にここ、自分は下に降りない方がいいです。ゴーレムだけを、こっち側で戦わせて、自分はこっちのままいるのが俺はベストだと思います。うまいこと、ゴーレムが周りを倒してくれるのでいいんだけども、今回はね、ちょっとゴーレムの HP を更新してくるの忘れた。これはちょっとまずい。ゴーレム多分ね、やられるのよ。そろ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 、あー、ほらほらほらもうHP マックスだったらね、うまいこと倒してくれるんだけども、マックスじゃなかった場合がこんな感じになっちゃいます。ちゃんとね、 HP をしっかり更新するようにしてください。終わりだね。おー、俺まだ、あーだよね、あの石がね残ってる時にはクリアできないですもんね。あれがなくなってからクリアだもんな。で、あー、もうゴーレムが出てる。 OK、 ここは何もいりません。なしでいきます。そろそろね、攻撃力若干不安になってくるんですけども、まあ、まだ大丈夫です。まだいける。ゴーレムの攻撃力なんかもまだ全然戦っていけるレベルなので大丈夫ですね。OK かな。で、こっちをあらかたやっつけてしまったら、次は俺はこっち側から行きます。な、こっち側から行くのが慣れてんだよね。全然反対側から行っても問題はないんですけど、これ的にはこっちから行った方が、攻略しやすいですね。 OK、 もう少し。もうね、シーズン1、2、そのあたりかな、そのあたりまではこのステージネーム度がね結構出てきたんだけども、今回は出てこなくてよかった。シーズン4ぐらいから通常時はエンダーマンとかそういうのは出てこなくなったよね。もうあれはもう出てこなくていい、めんどくさいもん。はい、で、次何もいりません、なしで行ってください。あー、またゴーレムはちゃんと更新しましょうね。しないとそろそろ敵の攻撃力が高くなってくるので、やられちゃいます。マックス状態じゃないとね、ちょっと厳しいですよ。おいおい、ゴーレムこっちだよ、ちゃんと動いて、ちゃんと動いてくれないとちょっと厳しい。で、ここ、こいつが出てくる。おーと、ロイヤルガードの槍のやつが出てくる。あいつがね結構厳しいので注意してください。よし、おい、ゴーレム動いてくれ。よし、うまいこと動かないな。よし、いけいけいけ。よし、ああ、ゴーレム任せたよ、こっち。やられてる、ゴーレムやられとる。まあ HP がねマックス状態でスタートすると生き残りますので、ちゃんと更新してください。俺ド忘れするな本当に。で、ここようやく弓を変えます。バーストクロスボウですね。変
変えちゃってください。でエンチャント入れていきましょう。特に重要なやつはないですけども、テンポセフト入れてると結構楽になるので、テンポセフトおすすめです。そして弱体化、2まで入れてれば十分です。1よりも2がいいかな。でここ、上で戦いましょう。とにかく上で真ん中がねくぼんで下に落ちるんで、そこで落ちないようにしてください。これ下に落ちなければ、まあ、全然余裕でいけると思うんで、とにかくこの、下に落っこちる穴、そこには落ちないように。おい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 、落ちとるがな、落ちとる、ゴーレム落ちてる。でここはちょっとね面倒くさい敵とか多いんで、今ゲットしたバーストクロスボウ、これで攻撃していって大丈夫です。ちょっと待って、これこっちからか。当たった、あーよかった。あ、ゴーレムちょうど下に落ちてやられちゃいました。いいね、更新する手間が省けた。ここも何もいりません、なしでいきましょう。でエンチャポイントは残ってるんだけども、とりあえずまだ何もつけなくて大丈夫です。でここですけども、とりあえずここら辺で戦いましょう。下に降りることなく、まずはここで戦ったがいいです。でエンチャの書はまだ使わないでください。最後に略奪者たちがいっぱい出てくるのよ、わーって出てくるんで、そこでエンチャを使うと、いい感じっぽいですね。そこまではあまり前に出すぎず、この辺りで、ちょくちょく戦っていくっていうのをおすすめします。まあ、穴に落ちないように注意してくださいね。そうそう落ちることはないとは思うんですけど、とにかく穴には落ちないように。でこの後略奪者たちが言ってない出てきます。ここでようやくエンチャを使っていくといいです。あぶね、よし、おいおい動いてくれゴーレムちゃん、ゴーレムがちゃんと動いてくれないといけないんだよ。ここはよし行きましたね。前に出すぎてると敵にね挟まれたりするのよ、前と後ろから。なので最初の場所で戦うようにしてください。もうこの辺からはね、矢をどんどん使っていっていいです。矢を使って、まあまあこんなに HP 減らないように、うまいこと立ち回ってください。20回クリアです。で報酬ここも何もいりません。はい、ということで今日は11回から20回まで攻略してみました。次は21回から30回までやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。